野菜バーニャカウダーでございます。じゃあお客様からのか手前の赤色のソースがですね、ビーツを使用しました。ビーツのピューレでございます。サンジェルマンスープといいまして、グリーンピースのスープでございます。はい、次の、メニューの、メインの、お肉の付け合わせのお野菜でございます。こちらすべて有機野菜となっております。じゃあお客様に3種類
多分録画してたと思うんで、はい。はい、お待たせいたしました。炎に包まれたアープの鉄板焼きでございます。はい、はい、これにかかっておりますのが、桜の、これ普通のより風味がいいんですけど、どこのでいつも使ったものに比べると、おすすめの違いもあるんです。辛みが決まってる。はい、はい、
干しわさび、生の干しわさびでございます。で隣の塩がですね、鳥風塩、その隣が喜界島の海のお塩で、こちらの黄色いお塩が柚子のお塩で、一番こちら右側がごまだれでございます。こちら真ん中のこちら喜界島のお塩はすごい塩味の強いお塩となっておりますので、少量つけてお召し上がりくださいませ。はい、鉄板の人と少しずつ、
なんですけれども、マヨネーズ青のりは。お次が、この次にトマトパフェと言います。トマトパフェが、ポールアートパフェです。で、次に青のり、ポイントです。レベルです。かなり、まあ、今でも9時になってもまだ改善は、まあ、ちょっとはちょっと予約が増えると思いますけど、厳しいのはさすがです。そうですよね。